こんにちは彩乃ですす youtube 見ててくださってありがとうございます、えー、私は都内の自宅サロンでネイティブアメリカンに伝わる伝統療法ストーンセラピーをライフワークにしています、えー、そしてチャネリングで、えー、高次元でやったり宇宙や惑星の意識を、えー、ライトランゲージとかですねまあ、た時々フルトランスみたいな感じで、えー、お伝えするユニバーサルドセッションというものもやっています はいえー、さて今日はですねあの YouTube でもネットでも何だろう自己啓発の本でも何でもかんでも最近やっぱりあの全てなんかあなたのが現実を作り出してますとか、うん、全てはこう仮想の現実なんですよみたいなねそんな話とかをこう耳にされる方も多いと思うんですけど以前にねあの ちょっとこうスピリットと対話をしてた時にですねあったエピソードこれなんかがちょっとこう分かりやすいんじゃないかなと思ってお話ねしたいと思って動画を撮っています、えー、とその時のねあの対話の内容はこう超古代史って言われているまあレムリアとかねムーとかアトランティスとかあの時代の話ですね。 結構こうネットでも、まあ、本とかさまたその時代でその時代の小意識であったり、まあ、レムリアのね松江が生きてるとか、まあ、いろんなことがあって実際こういろんな方がその情報を下ろされていますよね。であのもちろん検証しようがないですし、うん、あの誰がもっともらしいかみたいな。 論争っていうかさどれが本当なんだみたいなねそういうのがまあないわけじゃないですよねであの私がそのまあガイドスピリットその誰だったっけなうーんすぐ忘れちゃう,うんと誰だっけなレムリアかなんかレムリアの関係者関係者っていうことないかまあまあそうそうそれにねまあ、関わってるスピリットうん と意識の意識体とね話をした時に超古代史って言われていることに関してねまああのー、共通している情報というか話もあるけれど若干食い違ってることってありますよねでどれが本当なのかみたいなそういう話題になった時にですね実は どれれも真実なんんだよよってて教えてくれたんですよでどういうことかっていうとああのまあ、例えば当時のそうだなまあじゃあレムリアがこう消滅していく時にいた意識 ABC っているとするじゃないですかで今現在のまあチャンネルは誰かが ABC それぞれ下ろしてたとするじゃないですかそうすると ABC3 通りの,あの歴史記述があるみたいな状態なんですね。でそれは なんでかっていうと A さん B さん C さんがそれぞれ自分が捉えられる現実で起こったことをそのまま伝えてるから嘘ではないだけど実はこれってもう当時のレムリアとかあの人たちって本当にあの地高度な知性を持っていて私たちとはまたちょっと違った感覚の、ね、生命体でしたからパラパラレルでね こうあの平行にあるこう現実っていうんですか層、まあ、みたいになってるんですけどそのパラレルでみんな本当に移動したりシフトしたりしながらね自分のこう現実をこう生きていたわけなんですけどそこで起こってたことだから、まあ、3次元上の、ね、こうタイムラインで見ると同時期に起こったことでも彼ら意識体はもう一致していた場所がパラレルなんですよね。別別のの次元いいうか別の階層みたいな なのでそれ A さん B さん C さんが別のそれぞれパラレ,レルワールドっていうか階層にいたソースからチャンネラーが下ろしたらそれぞれ若干違うんですよね。でまあそういうことが行き違いとていうかちょっとした情報の差みたいなことになってますよっていうことを教えてくれてなんか妙に私納得できちゃったんですよ。うん ね、本当に詰まるところあの自分が見てる現実が自分にとっては唯一の現実だけどそれすらまあ、バーチャルリアリティというか仮想ですからあの瞬間瞬間に意識的にね、こうパラレルというかさ平行にあるさいろんな階層いろんな世界にこう移動してるっていうことはまさしく本当にそうなんだなっていうふうに実感しましたね。 だからスピリットはねなんか面白い,言い方してましたけどどれも真実だしどれも真実じゃないんだよって、うん、絶対的な真実っていうところってさ本当究極の分離ですよね絶対的な真実が一個ってことはさそれ以外が全部嘘ってことでしょ。 そういうあの分離的なあの視点で歴史を見ていくっていうのはめちゃめちゃ難しいですねなぜならすべてあるから同時期にパラレルとして起こ、うん、って実際体験していたっていう意識はね皆さんそれぞれ当時の方もお持ちなので、うん、だからなんかさ そうですねまあそういうお話ロマンがあって好きとかさなんか心が惹かれるとかありますよね「レムリアム」うんとかさ「アトランティス」とかさあとはまあ宇宙戦争のことであったりあのでこう夢中になって。 あの何かこう見たりとか、うん、そういうことを気にかけてるっていうのは別に全然悪いことじゃないししたいことだからいいと思うんですけどでもねなんか何が真実かとかね絶対的な正しいものを突き詰めたいっていうのはねやっぱりあの行き着きませんから <laughs>、うん、あのだって実際自分がシフトしちゃったら自分が見てる現実だって本当に瞬間に変わっちゃうわけですから。うん そういうところにエネルギーを注ぐのってああのまあ、したければいいんですけどそうそうそういう感じの、ね、スタンスでエネルギーを注いでる人に対してハイヤーは物好きねねみたたいな感じで言ってました、ね、確かに物好きだと思いませんかうんあのだからってさあの 物好きなことだって得るものがあってさその楽しみがあって喜びがあるんだから全然あのウェルカムとか否定はしませんけど何、うん、だろうな,なんかそんな風なところでまあ人とね、まあ、敵対するようなこととかあの人は違うんだとかってそういう風になってきちゃったらちょっとこうベクトルをねなんか戻,戻すじゃないけど他に向けていくのも一つじゃないかなと思います。うん あの宗教とかね歴史とかねそういうものって本当にあの立を生みますよねいやいやそうじゃないこっちが正しいんだみたいなもう全部全部ある意味正しいし全部正しくないってもうそんな感じですからあんまりそういうね一つにあの断定していく自分だけが正しい道を進んでいるとかねそういうところってもうあのナンセンスですから。 そこにエネルギーを割くよりももっとね現実的になんだろうなせっかく肉体持って生まれてますから、うん、クリエイティブに生きたらいいんじゃないかなと思いますはいなんかパラレルワールドとか、うん、超個体史が好きな方にはどうぞ私の見解も一つ加えてくださいなんてそんな感じですかねはいじゃ見てくださってありがとうございます